私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃまると暮らしている第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。今日は近所のお子さんが遊びに来ているんだ。というのも、この子のお母さん3ヶ月前に失踪しちゃったんだよ。それも離婚届を置いてね、探さないでくださいというメモだけが添えられていたらしいんだけど、いきなりのことだったから私たちもびっくり。とりあえずなるべくお子さんの様子を見るように気にかけていたんだけど、今日そのママさんから連絡があったんだ。ああ、もう本当に毎日暑い。そっちも暑いよね。え、敦子さん？そうだよ。水木さん元気？いやいや、そんなこと言ってる場合じゃないでしょう。旦那さん、敦子さんのこと探してるんだよ。いきなり失踪しちゃったって。あ、うん、実はそうなの。私ね、夫からひどいことされてたんだ。ん？このままじゃ生きていけない。私、自分の人生を取り戻さなきゃ、そう思ったんだ。そうなんだ。あのね、水木さんには言ってなかったんだけど、あの人は悪魔なの。毎日毎日ずっと怒られっぱなしでさ、休みの日なんか朝から晩まで怒られるんだよ。それにね、家計も管理されてて1円も使わせてもらえなくて。なんかおかしいな。それが失踪した理由ってことなの？そう、そうなの。全部あの人が悪いの。よかった、分かってもらえて。本当にひどいんだから。お小遣い3万円なんて無理に決まってるでしょ。お小遣い3万円って、それどっちの話？敦子さんのお小遣いが3万円ってこと？そんなわけないじゃないの。いくら鬼とはいえ、あの人だってさすがに7万はくれるわよ。7万？そりゃそうでしょ。私はパート主婦なんだよ。稼いだお金は全て自分の小遣いに決まってるよね。じゃあ3万円っていうのは旦那さんのお小遣いなの？そう、そうなの。小遣い3万にしてくれって言い出して。おかしいでしょ。今までは1万円でよかったのにさ。今後は飲み会とかが増えてくるから、せめて3万にしてほしいって。ありえないよね。行かなきゃいいだけじゃん。しかもさ、あいつお昼ご飯は自分でお弁当作ってるんだよ。冷蔵庫の食材を勝手に使ってるくせに、さらに小遣いよこせって。そんなのおかしいでしょ。だから離婚したいの。ん？まったく、何を言ってるのか本当に意味不明だったよ。旦那さんのことを悪者にしたいみたいなんだけど、言えば言うほどボロが出るって感じなのかな。そりゃよその家計に口を出すのは良くないと思うんだけど、それでも自分の小遣いは7万円でも足りない。でも夫の小遣いが3万円なんて許せない。こんなのおかしいと思うよ。何より嘘をついてごまかそうとしているところが本当にイライラしてしまうね。ということで、なるみさん、お金貸してくれない？え、お金？いや、私月7万もお小遣いないから無理だよ。そういうことじゃなくてさ、水木さんのところは水木さんが家計管理してるんじゃないの？家計からとか貯金からちょっとお金出してよ。3ヶ月前に一文なしで家を飛び出して生活が苦しいの。夫に虐げられたかわいそうな私に50万貸して。いや、バレてるけど。え、バレてるって何の話？敦子さん、家出するときに引き出しからお金を持ち出したでしょ。詳しくは聞いてないけど、何かの支払いのために旦那さんが用意したお金だって言ってたよ。それは水木さん騙されてるのよ。あの人はね、そうやって人を騙す詐欺師みたいな男なの。全部カメラに映ってるけど。カメラ？そう、イライラした様子で煙ふかした敦子さんがダイニングテーブルに蹴り入れて痛がってる姿とか、旦那さんのコレクションなのかな、フィギュアを叩いたりしてる姿。え？それと引き出しから封筒を出してお金をチェックして、そのままバッグに入れて家から出ていくところもね。で、一文なしで出て行ったんだっけ？何言ってるの？そんな嘘に騙されないで。合成だから。合成も何も見守りカメラの映像だよ。見守りカメラ？ほら、敦子さんのところも猫ちゃんがいるでしょ。でも最近体調が悪いって言ってたよね。そうなの。もうおじいちゃんだし。心配して旦那さんが見守りカメラを3台用意したんだよ。そうしたら敦子さんの悪行が全部映像に残ってたってわけ。そういえば
あんまりご飯を食べていないような感じがするから、カメラでチェックするとか言ってたような。あのさ、よその家庭のことだし、厚子さんが家出した理由とかはどうでもいいんだけど。でも、嘘ついてもバレるときはバレると思うよ。一文なしどころか、お金持ち出して逃げてるじゃん。厚子さんのご両親もこの映像を見たらしいし。それが理由だったの？私、お金がなくなっちゃって実家に連絡したんだけど、両親が全然話を聞いてくれなかったの。お前みたいな恥知らず、娘じゃないとか言われて。そりゃ、親御さんからしたら恥ずかしいだろうね。旦那さんを悪者に仕立て上げようとしたみたいだけど、証拠がバッチリ残っちゃってるわけだし、恥ずかしいよねこれ。いや、違うの。何が違うの？だから違うんだってば。いや、これは恥ずかしいでしょう。というか、厚子さん今どこにいるの？ビジネスホテルを借りてたんだけど、もうお金がないのよ。彼にも連絡が取れないし、私どうしたらいいのか。彼？まさかだけど、厚子さん不倫してたの？不倫じゃなくて運命なの。不倫じゃん。だから、運命なんだってば。だって、同窓会で元彼に再会したんだよ。運命じゃん。元彼さん、同じクラスだったの？そうだけど。じゃあ、同窓会で再会するって、別に普通なことじゃないの？学生時代にクラスメートと付き合っていた人なら、特別なことじゃないと思うんだけど。でも、スーツが似合うイケメンになってたんだよ。だからね、私、彼と再婚しようと思って。じゃあ、慰謝料払って離婚するのが先なんじゃないの？その、元彼さんとやらにも、慰謝料払ってもらわないとね。でも私たちはまだ清い関係なの。付き合ってもないんだよ。まあ彼も私のことを好きなんだろうなっていうのはわかるけどね。だって同窓会の時じっと私のこと見つめてたし。これ勘違いでしょ。へえ、そうなんだ。じゃあこれからお付き合いするってこと？まあそういうことになるかな。でもね、男友達から連絡先を教えてもらって連絡してるのに全然返事がないの。一度は既読がついたのに、その友人も連絡をくれないし。どう考えてもブロックされてるのでは？その元彼さんのこともっと教えてよ。どんな人なの？もう、水木さんってば結構知りたがりなんだね。彼はね、都内にある修羅産業ってところで働いてるみたいでね。ふんふん。でも何度か言ったんだけど、会えないし出してもらえないし。もしかして、支社で働いているのかも？なるほどね。で、今、厚子さんはどのホテルにいるの？私は厚子さんから色々と情報を聞き出して、すべて旦那さんである雄一郎さんにお話ししたよ。旦那さんはというと、なんとなく、そうじゃないかと思ってたってさ。同窓会に行ってからやたらとそわそわしているし、元彼の話をするようになり、明らかに怪しかったんだって。厚子さんがどのホテルに泊まっているのかも分かったし、さあ行くかというタイミングで、この元彼さんから旦那さんのところに接触があったんだ。一週間後。あなた、あのね、そろそろ許してあげてもいいの。厚子、あなたって俺のことか？あなた以外に誰がいるの？私の夫はあなただけでしょ？いや、離婚届は提出してあるけど。は？え？だって署名があったし、ちゃんと受け付けてもらえたぞ。よかったな。俺と離婚したかったんだもんな。ちょっと待って、それでいいの？何が？何がって、私がいなかったら大変でしょ？だから、何が？何がって、生活、大変でしょ？いや、いろいろな意味でめっちゃ楽になったよ。楽になった？そう、金食い虫の厚子がいなくなったおかげで、金銭的にはかなり余裕が出そうだし、散らかす人間がいないから掃除も楽だし、子供だって今の生活の方がいいって言ってるよ。何それ、この裏切り者。いや、最初に俺たちを裏切ったのは厚子の方だよな。え？元彼と再婚しようとしてたんだって？相手にされてないのに。あんた、あの人と会ったの？というか、向こうが俺の情報を調べて接触してくれたんだよ。厚子の気持ち悪い LINE をどうにかしてほしい。自分は結婚してるし、厚子には全く興味がないってさ。この話を聞いて俺もさすがに慣れちゃったよ。てか、結婚したいな。チュキチュキビーム発射しちゃうぞ。これはさすがにないだろ。あんたには関係ないでしょ。そうだね、
離婚したからもう関係ないけど。いや、本当に面白い。うるさい。まあ、慰謝料は取らないでおいてやるよ。財産分与もちゃんとするけど、養育費だったり、厚子が使い込んだ分も計算するからな。結局、そっちがマイナスかな。何よそれ。結婚したいな。チュキチュキビーム発射しちゃうぞ。これはさすがに痛々しい。厚子さんは一人で盛り上がって暴走していたんだけど、元彼さんはすでに結婚済み。ちゃんと厚子さんには伝えたらしいんだけど、え、でもそれって私の気を引くための嘘だよね、と全然聞いてくれなかったんだってさ。こうして厚子さん夫婦は離婚が成立したんだけどさ、その後が悲惨だったよ。え、厚子さん、元彼さんの家に行ったんですか？そうみたいで、向こうから連絡がありました。どうもしばらくつきまとっていたみたいですね。でも向こうの奥さんに相当はっきり言われたっぽいですよ。はっきり言われた？学生時代にちょっと付き合っただけで調子に乗るな。私みたいないい女と結婚してるのに、あんたに勝ち目なんかあるわけないでしょ。鏡見て出直してこい、だそうで。それは確かにはっきりですね。でもその通りだと思いますよ。おかげですっきりしました。以前から厚子とは不仲で、今後のことをいろいろと考えていたんです。離婚したおかげですごくすっきりしましたし、シングルファザーになったので忙しい部署から離れられました。僕にとってはいいことしかなかったですね。ご近所の皆さんにはいろいろご迷惑をおかけしましたが。大丈夫ですよ。皆さん困った時はお互い様ですからね。暑いですし、お互いのんびり頑張りましょう。ありがとうございます。その後、厚子さんはというと、元彼さんの奥さんに追い返されて大号泣。というか、相当怖かったみたいで、すぐに逃げたらしいよ。それからは奥様が怖くて、元彼さんにつきまとうのはやめたらしいけど、今度は元旦那さんに粘着し始めたんだよね。まあ、元旦那さんにもはっきり言われて、ついには失踪したんだけど、激痩せした姿を見たとか、そういう噂があるけどな。なんとも自業自得としか言えないね。そういえば、うちにも見守りカメラがあるよ。たまに映像をチェックしたりするんだけどさ、これが可愛いんだ。私が昼寝をしている時に、にゃにゃまるが横にピトッと張り付いたり、タオルケットに入り込んだりしてる映像があったりね。妊娠してからは気を使ってくれているのか、あんまり近づいてこないんだけど、もうめっちゃ可愛い。ああ、もう、本当にニャニャ丸がいる生活、幸せすぎるね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは、次回の動画でまたお会いしましょう。